でもせっかく金城哲夫の説とか書けるってんだったらハードなものに対するワイズなものがいいんじゃないかっていう提案。ハードに対してワイズ、まあ、つまりその場合のハードってのはあの人はどうしたって理解合わないですよね。あのまあ例えば画家が、まあ、仮に私も画家だとしたら、うん、たあのなんかそういう一つ、うん、お嬢さんが考えて、はい、あのつまりなんかこういうの書いてあのいやもっとこう書いてくれって言われたらいくらでも直しますから、そしてあの埋め込めようねちょっと、うん、いただきます。じゃあお先いただきますよ。いただきます。これショップへねみたいな、こう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 、これが俺なんだよ。僕はブースかな。